吉さん裸で何が悪いんですか裸で人間裸で生まれてきて、まあ、いろんなものを着込んでいってどんどん自分じゃないものを上積み上積みしていきますよね裸で何が悪いんですかねまあとはいっても私も裸にはなりたくないですけども自分のことをね十分隠しながらやっていくわけですよだから顔出し名前出し YouTuber って言っても大半は隠れてるんですよね裸で何が悪いんだよ草薙さん 草薙さん、裸で何が悪いんだいや、でもやっぱり、良くないでしょ。裸ね。そこは常識的にいかないと。何でもかんでも常識を破ればいいってもんじゃないんでね。守るべき常識と、そこからチャレンジして破るべき常識っていうのがあるのかなと思いますよね。だからそこを使い分けないと、単なるアホになってしまうんで、えー、悪目立ちちゃいますからね。いってらっしゃい。